うるさいゲーム、ネット購入。今日はね、ネットで買いました。うるさいゲーム買いました。まずはね、なり損ない英雄タン。これね、間違ってもう一本買っちゃった。しかもね、ちょっとね、値段が高く。こっちがね、前回のかな。それで今回がね、こっち。まあどっちも綺麗だよね。失敗したな。まあでも、面白そうだったからな。まあいい、よしとします。ディスクもね、綺麗ですし、いいかなと思います。これはね、失敗した。同じソフトがね、届いてびっくりしちゃった。前回どこで買ったっけな。ブックオフだったかな。ではね、次。俺のダンジョンですね。己って書いて、俺って読むんですけど、これがね、とにかくうるさい。うるさいんですよ。後でね、動作確認しますけど、うるさいんですよ。一応ね、ダンジョンを作ったりね、ダンジョンを、まあ、なんていうんですか、プレイしたり、まあ、ダンジョンを交換したりできるみたいなんですけど、いやー、とにかくうるさい。これね、新品でもね、480円で売ってます、アマゾンだけどね。まあ、アマゾンで売ってます。あのね、クズのね、トレジャーハンターがね、洞窟探検する、まあ、ストーリーというかね、話です。もう、すごいクズなんですよね。でこの主人公の独り言がね、とにかくうるさい。そういうゲームです。まあ、これも綺麗ですよね。まあ、というわけでね、俺のダンジョンですね。というわけでね、この2本です。購入したのはね。ではね、動作確認です。俺のダンジョン。とある世界にトレジャーハンターの少年がいました。少年は自らの名声、そして私腹を肥やすという主人公とは思えないほど強欲の持ち主です。遺跡や墓などの財宝を発掘して売りさばいて贅沢三昧の日々を過ごしているのでした。クズでしょ。すごいクズなんだよ。まあ、それでね、まあ、冒険が始まるみたいな感じです。古びた壺を発見したい。これね、これで左手がさ、ムーベみたいになるの。ムーベみたいに。ムーベ知ってます？ジャンプのさ、漫画だったよね。ムーベ、なんだっけ、地獄先生ムーベだ。それそれ、そんな感じ。なんか変なさ、タヌキみたいなのも出てくるしさ、フクロウかな、ブサイクだよね。お姉ちゃんとウハウハしてて夢を邪魔したらしいよ。
ダンジョンに落とされるって感じですね。ゲームオーバー。嘘。面白いよね。でもね、これね、Amazon の評価ね、低いんですよ。すごくない？何人被告がいるんだし。でね、名前ですね。名前はね、いつものですね。肉まん。で、どうすんだっけ？何をすんの？ R1 か。よし。裁判官。裁判官がさ、なんか悪の結社みたいな感じだよね。かわいいお姉ちゃんとの夢を邪魔した罪で裁かれるのかこれ少年ですよ、少年。一応覚えておいてくださいね。6つのダンジョンを攻略すれば生きて返してくれるらしいです。文字早いんだよな。もうちょっとゆっくり読みたいぜ。お前も来るの？やだな。これでね、落ちていくって感じです。で、途中省いてね、ダンジョンのところに行きます。よし、お宝ゲットこの声さ、聞いてて。まあなんだ、俺がいるから大物に乗ったつもりでいいうるさくない？一応少年設定なんだよ。なんだ、バカって言った方がバカなんだけど おい、さっさとクリアできる裏技はないのか？ずっとこんな感じ。うるさいんだよ、とにかく。バカって言った方がバカなんだけど。これ一応少年なんだよね、設定が。覚悟はすることだね。俺は強いぜ。ルーレット回転。それでね、ルーレットでトラップに入る、当たるか当たらないかってことですね。で、これで次の回に行くみたいな感じでゲーム進めていく感じです。セーブの回数も決まってるみたいですね。で、これ7回まで来たところです。やれ。こうやってね。行け。進んでいきます。お前にピンクのジャージを着て仕事をする辛さが。戦いはね、アクションゲームっぽくボタンを押して戦う感じですね。選択式じゃないです。速攻。ダンジョンの半分は団地で来ています、という感じなんですよねどうですか？よければね、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど残してもらえると嬉しいです。またね、変わったソフトあれば紹介しますね。ではまた会いましょう。バイバイ。